AD5308 はオクタル電圧出力8ビットダックでファミリー製品として10ビットの AD5318 と12ビットの AD5328 があります。AD5308 は A グレードがプラスマイナス 1LSBB グレードがプラスマイナス 0.75LSB の非直線性と プラススマイナ 0.25LSB の微分非直線性を持つ8ビッットオククタルダックです。出力範囲は外部リファレンスにより設定しリファレンスバッファーオン時には 1V から VDD リファレンスバッファーオフ時には 0V から VDD の範囲の外部リファレンスを入力することができます。出力はレールトゥレール動作で出力可能な電圧範囲は 0 0 0 1トから v d d マイナス0 0 0 1トまでです出力範囲はアンプのオフセット電圧分変動しますデータはシリアルインターフェースで LDAC の機能を使用することにより出力を同時に更新することができます電源立ち上げ時にはパワーオンリセットによりノーマル動作モード アンンバッファードリファァリレンス入力、出力レンジ 0V から V リフ出力 0VLDAC ビットは1にリセットされます。動作電源電圧は 2.5V から 5.5V でパワーダウンモードにより1 8 m a スの消費電流を1ン a アに低減することができます。 AD5308 のシリアルインターフェースは16ビットデータ帳で最上位ビットにより制御レジスターとデータの選択を行い最上位ビットが0の時ビット14からビット12で DAC のチャンネル指定ビット11からビット4が DAC のデータとなります最上位のビット16が1の時制御信号として処理され ビット14とビット13の制御ビットでコントロールワードの選択を行います制御ビットが00のとき出力アンプの原因とリファレンスの選択が行われ01で LDAC の操作10でパワーダウンの選択11でリセットを選択することができますこのように AD5308 は便利に活用することができますぜひご検討ください